水野月です。今日は先週に引き続き小月渉さんに、普段のお食事ですとか、普段の生活、おすすめの朝ごはんに、王子公園のお話などもお伺いしましたので、ぜひお楽しみください。水野月の美健塾、美と健康に関する検証。なんか王子公園で大きなベルバラとね、エリザベートで、うん、両方かかってるじゃないですか、我々。なんかいいですよね、王子公園って、うんうん、あのルッキリ不足な時が、そう、でもさ、そうひたすらルッキーニをやって、あのルッキーニ不足なのコート閣下に使いさせていただいた時があって、ルッキーニ不足だし、あのフェルセン不足だし、アンドル不足だしとか、うん、結構ね、いろいろ、はい、ね、あの王子公園、あの需要が多いよね、うん、でもあの時ルッキーニってどうしても3番手、うん、そうね、で、あの先輩のトート閣下に使えることが多かったんだけど、うん、あの時そうだ、水ちゃんもそうだし、あやきの、うんうん、春のすみれちゃん、うん、で3人こう下級生の方のトート閣下に使えるっていうのをした時に新たな感覚だったんだよね。でもともと本編ってルッキーニが主役みたいなところがあるじゃない、うんうん、なんかね、自分が本当にトート閣下を動かしてるみたいな、わかる、その使えてるじゃなくて、うんうんうん、俺が全部、ああはいはいはい、やってんだぜっていう、やってんだぜ、そうっていうのがなんか、わあ面白い、自分の中で何か履いてるってわけじゃないんだよ、うん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 、で、あのさえちゃんとかも一回きりだったりとかで、はいはい、すごくちょっと緊張してたりとか、はい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 、大丈夫大丈夫閣下なんかわかる、そのそういうなんか新たな、本当に新たな、なんか現役時代には絶対にありえない、そう、先輩方ではあんまり生まれない感情だったの。それはそれはそうだわ、うん、ああ水ちゃんここでそういくんだ、ほら面白い、だからその自分の中にすごい余裕が生まれてたっていうか、そういう意味ですごく本来あるべきルッキーニの姿ってこうだったんじゃないかなって、すっごい楽しかった。すごい面白いですね、ベルバラ、ベルバラあれから5年、ねえ、あっという間じゃありません、というね、今年50、半世紀、すごい、すごい、でまた先輩がね、初演の先輩方も出られるじゃないですか、もう感無量ですよね、で今度はね、下級生の皆さんも出るし、そう、増えたし、脈々と受け継がれるベルサイユのバラというか、うん、なんか見て、この交番表を見てるだけでワクワクする、ワクワクしちゃう、ミズちゃんと踊るときは、ね、そう、1回で、サイちゃんと1回なの、そうそう、1回、これほら、これだけ、はい、心して、こちら後悔なきを、こちらこそよろしくお願いします、こうなるのね、王子公園で ね1回だけみたいなそんな、ね、練習する量一緒なのにね、そうなのよ、そうなの、あるある、あるだね、あるあるある、なんか、その先輩たちもやっぱり、まあ、年を重ねてね、いろいろまた、いろんな、なんか、なんていうか、深みが増してらっしゃるんだろうなとか思いますよね、あとやっぱりボレロの振り付けは直接受けてないじゃない、北先生ので、あの春菜ゆりさんと、うん、あの花純さんに、うん、教えてもらったんだよ、あ、そう、5年前そうですか、この時はこういう意味でこうでね、それはそれはもうやっぱ嬉しかったし、しびれた、私たち2001年のベルバラの時に、うん、春菜ゆりさんが演技指導に入ってくださったんですよ、うん、その時も濃い人やった時に、うん、えぇ、ー、ってなりましたね、やっぱなるほどこれですかみたいな、神髄がなんかあるよね、あと恥ずかしい純さんもさ、マリー・アントワネットあのセリフ、もうあれでもグワンってくるよね、すごい、なんか一方でね、この間その雪100に出た時に、うんうんうん、もちろん先輩方を見てわーって思うと同時に、やっぱりそう、私、ま、真ん中ぐらいだったんですよね、うん、やっぱり先輩がいて後輩がいてみたいな、歌い継いでいかなきゃいけないなとか、うんうん、その名曲とか、うん、その今度後輩たちから、私たちが今先輩たちを見てわー素晴らしいと思ってる先輩にならなきゃなみたいなこととか、うん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 、思うと、なんかその今の先輩方のその輝きを刻み込んでおきたみたいなのがあるんですよ、あれはもう感慨深かったです、やっぱり、そう、なんか100年の歴史を紡いできた方々の末端に今一生の時を生きているみたいな、うん、でまたファンの方がもう最後にすみれを一緒に歌いましょうみたいな、歌われるんですよ、うん、そうだよね、知ってるよ
よねみんなみたいな、歌うよねみたいなのはもう感動みたいな。ねえ、きっとベルサイユの方でも起きるよその感動が。ほんとそう思います、うん、やめて、何年でしたっけ。私今17年今年35歳だ。ねえねえ、ね、髪もなんかやめて一旦伸ばしました。コロナで、うん、ちょっと伸びたんだけど、でも大体切っちゃうよね。でもほら大体伸ばすじゃん、男役を伸ばす、娘が切るみたいな、あるね、でもなんか定期的にそういう OG 恋みたいなものがやってくるので、切ってる間になかなか伸びない。なんか私なんか怖くて切れないんですよね、いまだに。なんで、いいじゃないでも似合うから。だからまあ私もそれこそベルバラの前回でね、4本のことで切りましたけど、ちょっと短くね、どうすんの今回、どうしようかなと思ってますよね、私の場合長いのは、ウィッグでいけるかなっていうのがあるから。確かに確かに、確かにそう、つけ毛でいいですもんね。そうなのね、粘土に例えたら粘土ね、粘土ね、1個作品もさ、やっぱり宝塚男役という18年やったっていうものがこうできたとしましょう、それをいつまでも飾って、そこに戻るっていうのもあるんだけど、なんかそういう私の巡り合った作品によって、これを一回グジュって壊して練り直してその作っていくみたいなことが、別なものを一から作るんではなくてね、やめてから、その粘土を、使った粘土を使った粘土の中でなんか作り直していくうちに、男役もなんかすごく楽しいし、ルキーニとかもなんか楽しいんだよね、もちろんフェルゼネアンドルも楽しかったし、なんかあの時とはまた違う、こういやなんかルキーニ面白いんだよね、やっぱ実際の人物ってのあんのかも。ああ、なるほどね、だから役、男役のルキーニというよりもその彼の人生がやっぱり年月を減れば減るほど、あの、情報も増える。それはそう、調べると意外と、あ、前これ調べたけど出てこなかったみたいなことが、なるほど、出てきたりするから、実在だからね。そうだから結構楽しかったよこの間。なんか役者としてもう楽しいですね、それがもう性別関係ないくなってるし、またベルバラベルバラで楽しみだし、だから男役もやっぱ一生ものなんだなってすごく思う。だから宝塚で終わりか、あんなになんかもうお別れと思ってたけど、こんなに一生携わっていけるものなんだなっていうのは、あの時私に教えてあげたい。いいよ、あ、だからあれよ、美談機を貸してもらってね、そうよくないよ、よかったよかった、やってます、あれそうやってる、今朝もやりました、あ、受験塾見てるためにやりました。あとはなんか気をつけてくれる、私最近ね、リンパマッサージしてます、なんかやっぱり顔も筋肉だからね、やっぱりその動かして、そう、動かして流して流して、私はこだわってる人の意見を聞いて、あの、なるほどっつって、あの、買ったりすることが多いかな、自分でいろいろこう、買って調べるというか、私もともとそんなに肌が強い方じゃないから、あの、それこそヘアメイクの方とか、あと、よく私のその肌が弱いの知ってくれてる同期とか、あの、これなら敏感肌の人でもいいよとかいうのをなんか教えてもらったら、買ったりとか、でも最近はあのフェイスマスク、あれを朝晩、朝晩やば、朝晩もうやってる、朝晩です、そんなになんかお値段張るものじゃなくてもいいからもう続けられるので、それこそまあまあ最近始めたけど、いいんじゃないかなって。乾燥は分かる、乾燥一番ダメっていうから、保湿保湿と思って、保湿は気をつけてるかな。あと加湿器もちゃんと買った、その美顔器の時にあのもう持ってた方がいいよって言われた時に、寝室に加湿器置いてないって言ったら、それもすごくありえないって、この仕事してて加湿器置いてないなんてありえないって言われて、はいっつって買って、私も置いてあるけど水が入ってないやあとクリーム、結構ベタベタ、あベタベタのほどに、たっぷりにつけて、あと仰向けに寝るのように気をつけて。え、なんで、あ、顔がベタですか、なんかほら首とか、あ、ちょっとやっぱりこの、ま、ストレートネックってのもあるけど、やっぱこうあシワが入らないようにとか、ね、やっぱりね、こう跡つくじゃない、あそれも確かに
仰向けで寝るようにとか。なんか洗顔でこだわってることとかってある？あ、洗顔も泡。泡ね。泡でこすらない。これあれ？ネット？ネットで。ネットね。そうね。あ、こすらない。こすらない。乗せて。違う。待つ。待つ。なるほどなるほど。泡がなくなるまでに。なくなるまで待つ。こうだんだんこうスーッと落ちてきて。あ、違うね。うん。だから目をつぶってないと目痛くなるけど。へえ。なるほど。あと大体湯船の中です。洗顔。洗顔。なるほど。湯船の中でしばらく。あ、だからパックみたいな感じね。パックみたいな。うん、で出たらすぐ。あ。すぐそれはそれも同期に言われてそれすぐ30秒以内って言われてえーと思って。じゃあお風呂はもう毎日使ってるんですか？はい、毎日使います。仕事の前とかは朝入って、うん、今日みたいな日は、うん、結構厚めにして足をバーッと流して、本当はその後お水シャワーしたいところだけど、あ、今日グッと我慢しました。何かあっちゃいけないと思ってビに対しての引き出しが少なさすぎる。だってポテチとか大好きなんだもん。でも食べちゃう？食べちゃう。あ、甘いものは食べないんだよね。甘いもの食べるね。食べる？食べちゃう、うん、食べちゃう、食べちゃうけどご褒美にしてる。なるほど、うん、でも普段がその孫は優しいで素晴らしい底上げがすごいいいから、私も食べちゃうけどね、うん、その分次の日控えたらいいんだ。そうですよね。もう1週間のトータルで、トータルで、うんうんうん、そんな毎日な、もう毎日やってたらもう大変ですもんね。そう、健康に、美容と健康に生きるって。いや本当に、あと毎日食べましょうみたいなものを食べてたらそれしか食べれなくなっちゃう。わかるわかる、うん、これだけで1日終わっちゃうじゃんっていうその食べなきゃいけなきゃいけないものがありすぎて。確かにそうですね、うん、だから無理だから、無理はしない、うん、だから大体朝にいろんなものを制覇する。じゃあ朝はお決まりとかあるんですか？大体はヨーグルトにフルーツ入れて、うん、食べて、うん、納豆を、うん、梅干し、うん、あとごま入れる、うん、で今だったらブロッコリー細かいスプラウト、スプラウト、うん、それも入れて、うんうん、でして食べる。納豆だけ？納豆だけ、うん、とあとメカブとかみたいなんでだいぶいくんですよ。それ、ああ、孫優しいな。確かに。あとは芯だけと芋だけかみたいな感じで。納豆に入れちゃうね、みんな。そうだから1個のところにいっぱい入れちゃうの。あとさ、うん、粘膜に、喉の粘膜にいいのがネバネバ系なんだって、うん、だから私はその今日一日歌です、うん、勝負ですっていう公演とかは、うん、もう2日前ぐらいからネバネバ丼、ね、お肉は美味しいの買ってきて、うん、まあ、ちょっと味付け濃いめにしてとろろ、めかぶ、オクラ、納豆を入れて、うん、グーッとネバネバ丼、うん、なんかいい気がする。じゃあご飯、それでまあパン食べる時もあるし、あ、今日は卵とベーコンをちょっとやって、うん、それにもごまかけちゃう。なるほど、なるほど。おごまね。ごま、なんだろう、ごま白もんでわかめ入れたりとか、夜ご飯とかはもう結構3品とか4品とか。夜はやっぱ食べちゃうかな、どっかで食べることもあるし、まあ、そうね、一緒とね、うん、もあるし、まあ、仕事の帰りに食べて帰っちゃうとかね。そう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 、うん、そんな自分のためにはそんな頑張らないよもうあるものをこう適当にやるだけやるだけやるだけ、うん、私量を我慢できないんだよ。あ、そう、うん、お腹いっぱい食べたいの。わかる、うん、あ、嵐一緒になってやりたいことは腹八分目を覚えることですもうちょっといけるかなとか思っちゃって、お腹いっぱいなのも食べたい。わかる。お腹いっぱいになって帰ってきたのにまた食べちゃう、あの甘いものを食べちゃう別腹で。いや私お腹いっぱいだったよなとか思う。まあでもね、時々そうやってね、まあ、ね、甘いものでこう癒されつつうん、ですが、じゃあ窓は優しい、うん、健康に、まあ、食事をちゃんと気をつけます。あ、松田君の世界ね。そうだ、コミックが原作で、うんうんうん、でウォーリー木下さん、うんうんうん、演出で、で今回オリジナルで作られる。そうなんですね、ミュージカルですね。町田くんっていう主役の男の子のお母さん役。お母さん6人目がいるっていうか、うん、6人目、そう、大家族のお母さんで、はい、いろいろありがとうございました。とんでもないです。まだね、ベルバラでご一緒しますし、はい、また今後もいろいろ共演もあると思いますし、いやもう共に元気に乗り越えていきましょう。日々よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、
いろいろ和田さんのお話をお伺いしました、卒業されてからも、私もすごく仲良くさせていただきますし、なんと和田さん今年、芸能生活35周年ということで本当におめでとうございます。またこれからもね、活躍をして輝き続ける和田さんを、隣で、一緒に頑張っていけたらなと思ってます。いいなと思った方はチャンネル登録、そしていいねボタンもよろしくお願いします。それから私と和田さんの公演出演情報も概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧になってください。ではまた。